世の中の現象の中心人物にフォーカス、東京ディズニーリゾートの食材職人たち。新年明けまして、おめでとうございます。元日から多くのお客さんでにぎわった東京ディズニーリゾートは今年開園40周年。季節ごとに変わるイベントで私たちを楽しませてくれるが、季節ごとに変わる魅力は他にも。それは園内の世界観を彩る植物たちだ。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにはおよそ2000種類、70万の草花と64万もの木々が世界観を作っているのだが、こうした植栽を扱う影のキャストたちがいる。植栽管理を担当している吉岡由紀子です。尾形拓夫です。パーク内にある全ての樹木の手入れとお花を咲かせる仕事をしております。2人はどのエリアにどの植物を植えるかの全てを任されているのだが、そこにはディズニーの世界をより楽しんでもらうための徹底的なこだわりがあった。遡ること12月25日、クリスマスカラーだったディズニーランドだが、イベントはこの日が最後。閉園後、植栽を植え替えるということで、めったに見られないある作業の撮影許可が下りた。これ今から何やられるんですか？クリスマス期間が終わったので、このミッキーのサンタの帽子を取る作業をこれからします。一度さら地に戻した上で、翌朝9時の開園までに通常仕様のミッキーを描き直すという。まずはこのように紐でマス目を作り、杭と石灰を使ってミッキーの顔を下書き。これに沿って赤のビオラで縁取って行き、中を白のビオラで埋めていけばミッキー花壇の完成だと思いきや、口の下のところ右の方がちょっと落ち込んでるので上げたいんです。それと目がちょっと左右違うじゃないですか。できればこっちの目に合わせたいんです。と作業員の方に細かな修正を指示。目は向かって右側の方を太くすることでバランスを整え、こちらの口元もわずかな差だがより口角が上がった印象になった。ゲストが一番初めに目にする花壇なので、常に綺麗にしておきたいっていう。こうしたこだわりと工夫を持つディズニーの植栽には、園内を彩るだけではないさまざまな役割がある。植栽の役割その1、世界観の演出。こちらたくさんの幽霊たちが住むお化け屋敷アトラクション、ホーンテッドマンションでは、おどろおどろしいテーマ性があるので、香木に関しても暴れた感じ、貝塚いぶきっていう木になります。こちら自然とうねるように成長する不気味な木や、枯れた木に見える落葉樹を配置、そしてこんな設定も。すごい腕のいい庭師が昔庭の手入れをしてたけど、亡霊になってちょっとサボり気味だったんですね。カレックスっていう枯れたように見える草、それを植えてみたりとか、荒れてるように見えるようにはしてます。役割その2、常にパークを鮮やかに。冬場は色鮮やかな花の種類が少ないそうだが、ディズニーシー屈指のフォトスポットであるこちらの花壇は一面カラフルに染まっている。よく見るとなんと春に咲くチューリップだ。どういう風にやってんだろうっていう。実はこれアイスチューリップと呼ばれるもの。球根を冷蔵した後外に出すことで春が来たと勘違いさせているという。そして役割その3、エリアの境界線。
園内ではさまざまなエリアが隣り合わせになっているが、例えばあちら側にも、まあ、ちょっと木の塊があったりですとか、そのエリアとエリアの境目であったり、他のエリアが見えやすいところにはだいたいこう森があるような形になる。そう、実は樹木はエリアを隔てるパーテーション。片方の世界に入ればもう片方の世界は樹木で見えなくなるのだ。こちらシンデレラ城の裏側にも別のエリアが広がっているが、地上から見るとこのような高い木で隠され、お城だけが際立つようになっていた。こうしたこだわりは全てお客さんを楽しませるためだが、彼らの姿勢は極めて控えめ。あくまでこうゲストに楽しんでいただける環境っていうのが第一になるので、なので普通に通り過ぎて過ごしてもらってもいいかなと思ってます